ルーブルリボリ駅のプラットフォームルーブルリボリ駅はフランスのパリメトロ1号線の駅である1900年開業ルーブル宮殿及びルーブル通りに近いことからルーブル駅として開業した開業当時はルーブル美術館の最寄り駅となっておりプラットフォームはルーブル美術館に合わせて古代美術で飾られているしかし1989年 ルーブル美術館の新しいメインエントランスから離れてしまったことなどから、この駅を現駅名に変更するとともに、隣のパレロワイヤル駅の駅名を、パレロワイヤルイコールミュゼ・デュルーブル駅に変更した。現在では、美術館に行くには、校舎で下車するのが一般的である。なお、現駅名のうち、リボリの部分は、当駅が、リボリの戦いでの戦勝を記念したリボリ通りの地下に、 損することにちなむ。この駅の2011年の乗客数は、258万2023人であった。エントランツアニュアルズプロベナントデール、エクスタイヤーデラステーションアーカイブド2014年7月18日、アットザウェイバックマシン、surlesiteda.ratp.fr、e e e.、コンサルトリンノーバンブラ2012。ありがとうございます。